今年1年の交通安全を願う祈願祭が今朝鳥栖市の八坂神社で行われました。新春交通安全祈願祭は1年の初めに地域の交通安全を願おうと毎年行われています。今日は鳥栖宮城地区交通安全協会や市町の老人クラブなどからおよそ30人が参加しました。祈願祭では各団体の代表が玉串を捧げて今年1年の無事故を祈っていました。関係団体と手をつなぎながらこの交通事故ゼロを目指して頑張っていきたいと思います。県警本部によりますと去年1年間に県内で起きた交通事故は速報値で3241件で前の年と比べて265件減りました。一方で死亡事故は23件と前の年と変わっていないため警察はハンドサインや反射材の着用を呼びかけています。